サムスンギア VR はサムスン電子がオクルス VR 社と共同で開発しサムスンにて製造されたバーチャルリアリティヘッドセットであるこの製品は2015年11月27日に発売された使用時は互換性のあるサムスンギャラクシーデバイスがこのヘッドセットのディスプレイ兼プロセッサーとして機能し一方のギア VR 本体は USB-C か マイクロ USB 経由でスマートフォンに接続することで視野を備えたコントローラーとして動作するほか回転挙動を追う完成計測装置の機能もあるギア VR ヘッドセットにはタッチパッドや各種ボタン及び機器がオンになったことを検出する近接センサーのリモコンが付随するギア VR は2014年9月3日に初めて発表された開発者に ギア VR のコンテンツ制作を許可し、VR 愛好家や最新技術愛好家が、そのテクノロジーにいち早く触れられる、要、一般向け製品の前に、サムスンはギア VR のイノベーター版を二度リリースした。一般向け製品も、幾度かのモデル刷新を遂げつつ販売されていたが、2020年9月30日に、サムスンギア VR 関連のサムソン公式サービスは、すべて終了となった。 サムスンギガ VR は、サムスンの主力スマートフォンで動作するよう設計されている。現在サポートされているのは、ギャラクシー S6、S6H、S6H、ギャラクシーノート5、ギャラクシー S7、S7H、ギャラクシー S8、S8、ギャラクシーノートファンエディション、ギャラクシーノート8、ギャラクシー A8、A8、ギャラクシー S9、S9 である。 ギャラクシーノート10、ノート10、ノート 15G、ノート 15G 以降はギアバーのサポート対象外である。ヘッドセット上部のホイールを使ってフォーカス調整が可能である。タッチパッドはデバイス右側にあり、戻るキーとホームキーのボタンがそのすぐ上にある。音量は右側にあるボリュームキーで調整できる。USB-C ポートはヘッドセット下部にある。 サムスンがこの事業でハードウェアに設定した主要目標の一部は次の通り。ヘッドセットが MTP 遅延を2 0ミリ秒未満に止められること。ハードウェアとカーネルの最適化。ヘッドセットで高解像度のレンダリングを可能にする Galaxy Note ーー4の QHD ディスプレイ制作。レンズの視野は初期の3モデルまで96度で R323 で101度になった。 オクルスホームはサムスンギア VR のコンテンツをダウンロードして使うための主な機能である。オクルスホームはギアバーにソフトウェア配布をする主な場所でもある。ギア VR の主な魅力はバーチャルリアリティを基本とするモバイル型のゲームやシミュレーションだが近年では科学や医学教育におけるこのデバイスの効果的な使用にも関心が高まっている。 一般消費者向けのサムスンギア VR は2015年11月に発売されたが、サムスンは2005年1月に HMD ヘッドマウントディスプレイの特許を取得していた。これは、携帯電話を HMD のディスプレイとして使用する最初のアイデアの一つだった。しかし、特許申請当時の携帯電話技術では、達成できうる品質やパフォーマンスが限定的だった。サムスンは、 社内で VR と HMD の研究を継続した。2013年の Galaxy S4 発売に伴い、サムスンはスマートフォンで動作するバーチャルリアリティを基本としたデバイスの開発に専念する公式チームを結成した。このチームは複数の試作品を開発したが、パフォーマンスやディスプレイは未だ基準に到達しなかった。2014年、サムスンはオクルス社と提携し、 開発を支援した。サムスンギア VR は2014年9月3日にベルリンの IFA で行われたサムスンの記者会見で発表された。サムスンギア VR のヘッドセットを装着した女性たち、サムスンギア VR の初期バージョン SMR320 は2014年12月にリリースされた。このバージョンはギャラクシーノート4とだけ互換性があった。 この型番は主に開発者向けに販売され、彼らがデバイスの動作を理解したり、同デバイスの消費者向けバージョンの正式リリースに備えたコンテンツ制作ができるようにしたものだった。それはまた、VR テクノロジー愛効果がその技術に早くから、触れる機会を与えることになった。2015年3月にサムスンギア VR の2番目となる SMR321 がリリースされた。 このデバイスは、Galaxy S6 と Galaxy s 6 Edge のみ利用できた。マイクロ USB ポートが追加され、繋いだデバイスに電力を供給するほか、レンズの曇りを防ぐ内部の小型ファンも追加された。次の型番 SMR322 が、いわゆるサムスンギア VR と称される、一般消費者向け製品で、2015年11月20日に発売された。 同デバイスは2015年11月10日に Amazon、ベストバイ、サムスンで注文予約の受付が行われ、発売当日にデバイスは完売した。この型番は以前のバージョンと比較して若干の小さな変更があった。まず、この型番はサムスンギャラクシーの6機種で使えるようになった。また、以前のイノベーター版より19%軽量化しており、 人間工学を取り入れて操作を容易にするタッチパッドを設計し直した。続く SMR323 モデルは Galaxy Note ーー7と一緒に発売され、視界の改善、クッション増加、平面タッチパッド、眩しさを低減するカバーと本体の変更などの小さな修正が加えられた。このモデルでは Note 7に接続できるよう USB Micro B の代わりに USB C コネクタも使用可能となり、同ポートでデータ転送もできるようになった。ミクロ、USB コネクタを用いて古いデバイスで使うためのアダプターも提供された。しかし、Galaxy Note 7のリコール及び生産中止を受けて、2016年10月11日に、GiaVR は安全上の理由から同スマートフォンと互換性がないようにした。大型のギャラクシー S8 で使える。 新モデル SMR324 は2017年4月21日に同スマホと一緒に発売された。サムスンはまたこの最新モデルに手持ち式のギアブや R コントローラーを同行し、これは既存デバイスの独立型アクセサリーとして利用可能だった。既存のサポート対象デバイスとの互換性もそれが保った。大型のギャラクシーノート8で使える。 最新モデル SMR325 は同スマホとの同時販売に向けて2017年9月15日に披露された。こちらにも既存のサポート対象デバイスとの互換性を保つ手持ち式コントローラが同梱されている。2020年5月11日、サムスンは XR アプリケーションのサービスを終了すると発表した。 2020年9月30日にこのサービス全体が終了されることになった。この発表後、日本では6月8日までに360度動画のアップロード及びプレミアム動画の新規購入ができなくなった。購入済みのプレミアム動画は2020年9月30日まで視聴可能だったが、すべてのサムスン XR 及びサムスン VR のビデオクライアントがアップデートされなくなった。 2020年6月30日に、サムスン VR ビデオアプリは、オクルス Go、オクルスリフト、オクルスクエストでサポートされなくなり、オクルスストアからアプリが削除された。2020年9月30日以降は、すべてのサムスン XR ユーザーアカウントが無効になり、同アカウント情報及び関連データが削除されている。公開されていた動画もすべてサムスン。 XR サービスから削除されているサムスン VR ビデオアプリは、サムスンギ・ア v r や Windows オデッセイでサポート対象外となり、同アプリはオクルスとマイクロソフトミックストリアリティストアから削除されている。サムスン XR モバイルアプリはアンドロイド端末でサポート対象外となり、同モバイルアプリもギャラクシーストアや Google プレイから削除されている。 オクルス社は Google Play から入手可能なオクルスギア VR アプリでこのサポートを継続している。オクルスギア VR ストアでは Facebook ユーザーが数百ものオクルスギア VR の VR 体験、ゲーム、アプリ、エンターテインメントなどをダウンロードできるようになっている。サムスンギャラクシー VR サムスンギャラクシー VR サムスンギャラクシー VR サムスンギア VR VR サムスン ギア VR サムスンギア VRSM-R320 サムスンギア VR。ありがとうございます。